くまパン園芸。ハロー、皆さんこんにちは。くまパン園芸ナビゲーターコビです。そしてこちらがタニパトと植物のお世話で毎日幸せながらも大忙しのくまパンです。そうだ、今この動画をご覧の方の中でタニパトって何っていう方いらっしゃいますか？多肉パトロールの略で、多肉とかはねたくさん育ってていらっしゃる方はもう当たり前ですよね。毎日ね朝起きてかな、私たちは朝起きて植物たちの様子をね見て回る、パトロールして植物がね急に調子を崩してしまうこともあるので、そういうのね見つけ次第って言うんですね、なんかやっつけちゃう感じですね。見つけてお世話をしたり仕立て直したりするんだよね、選んだりしてねよく見て回っています。クマパン園芸の植物たちは最近ポカポカ陽気でかなりね調子よくね、どの鉢も水を吸い上げています。さて今日はそんなタニパト中にクマパンが注目した多肉植物をねいくつか持ってきました。こちらはクラスナの皆さんです。その中でもこちらは塔のように上に伸びていくタイプです。以前株分けした子たちもいくつか混じっています。全部葉の縁が見事に紅葉しています。まだ紅葉残ってます。紅葉というと秋をイメージしますが、多肉の紅葉は秋から春の間に紅葉するものがねとっても多いです。特に春の紅葉が綺麗でクマパン王子もね毎日めでています。さてクマパン、どこから紹介していく？背の順？じゃあこれをこう入れ替えたらこれでいいかな、低い順でいい？低い順こちらからに行きます。こちらになります。こちらは星の王子様です。星の王子っていいのか。王子つながりということでクマパン王子のお気に入り多肉植物の一つになります。この株は差し穂にしてまだ日が浅いのでね、背がこういい感じに締まってとても低いですが、これもしばらくするとね塔のように上にね伸びていきます。星の王子を育てるのにちょっと注意したいことがねあります。葉をよく見てください。よく見ると葉の中心部分がちょっとねほらへこんでいて水が溜まりやすい形をしています。春や秋ならば特に問題は起きないと思いますが、真夏や冬に葉の間に水をバーッと上からやってね溜まってしまって風通しが悪いと葉にダメージを受けてしまうこともあります。あと夏はレンズ状になった水滴が葉を焼いてしまうなんてね恐ろしいことも起きてしまうことが今まであったよね、クマパン。なので水やりお水やりするときに上からバーなんて上げてしまった場合は、ここにお水溜まっている場合はブロワーなどで水滴を飛ばしてあげてください。ブロワーというのはこれになります。カメラのホコリなんかを吹き飛ばすにも使うものです。これで水滴を吹き飛ばしましょう。最近は100円ショップでもブロワーを見かけます。エケベリアなども水が溜まりやすい形のもの多いですよね。こういった多肉植物を育てていたらブロワーゲットして一つは持っていたいと思います。次クマパンいくよ。こちらでいいかな。クマパンここで真ん中いくね。次のクラッサはこちらになります。北斗星になります。北斗星も星の王子と似ていますが、葉が少しだけね比べると下向きで葉の中心はへこんでいません。なのでね水が溜まったりしたことを私たちお水やりしててはないです。以前ここからここですね、わかりますか？ここです。ここからカットして差し穂にして増やしたことがありました。カットした部分からこう2つの成長点ができて Y の字にね育っています。これはこれでね可愛いというか面白い形ですよね。さて最後こちらになります。こちらです。クマパンわかるかな。こちらは南十字星というクラスナになります。紅葉していますが夏が近づくにつれて
緑にクリーム色のラインが入った葉が戻ってきます。強い春風に吹かれてしまったせいでしょうか、花茎がね風になびいたような形に固まっていて、ちょっと面白いって言ったら失礼なのかしら、そういう形をしています。あ、そう、ちょっとバランス悪くなってきていますよね。ということで、クマパンの希望で今日はね、南十字星の仕立て直しをしたいと思います。南十字星の仕立て直しのベストシーズンは春または秋になります。上の方はいい感じにこうね育っていますが、下の方はねこの辺ですね、葉がもう枯れてしまっています。全体的にあとひょろっとこうグラグラ伸びすぎたイメージがあります。これを形よく仕立て直そうと思いますが、株元にねよく見るともうたくさんの小株が出てきています。ねえねえクマパン、これどうする？あ、そっか、小株がたくさんもう下から出てきているので、親株を根元こうね枯れてこう伸びてしまっている、ここからカットして差し穂にして植え付けたら、あ、クマパン気づいた？増えるってことじゃない？それクマパン大好きだよね。クマパンと競技の上、方向がね決まりました。たった今決まりました。では南十字星の仕立て直しスタートになります。クマパン園芸。刺し穂にした時に花がついていると調子を崩してしまうことがあるので、花茎はカットしておきます。親株は株元からカットします。カットしたら小株群生の鉢のようになりました。カットした苗は植え付けやすい大きさに整えていきます。下葉は手で簡単に外すことができます。外しにくいものもあるので、そういう場合はカッターで切り込みを入れてから取り除きます。クマパン園芸。はい、仕立て直し完成しました。あ、こっちじゃなくてこっちですね。こんな感じです。今回は思い切って根元からバッサリいっちゃいました。カットしただけで南十字星の群生株が出来上がっちゃってお手軽だったね。上の苗はこのようにワイヤーバスケットを裏返したものに乗せて乾燥させています。当然刺し穂にして増やすということになります。喜んでばかりいないで、クマパン、ほら、あれ今日水晶玉持ってないの？あ、クマパン持ってきたの？水晶玉。よしよし、これでいいか？これセットするから未来の様子見せてね。ではお願いします。土は赤玉、鹿沼土ベースの多肉植物用の土を使いました。先が曲がったピンセットで刺し穂を刺すと、とてもね作業がやりやすいです。皆さん見えましたか？クマパンの宇宙人パワーの不思議な不思議な水晶玉で、今回も未来の姿様子を見ることができました。これで風通しも良くなったし、刺し穂も見栄えがとてもよく成長しそうだね。クマパン、この動画を気に入っていただけましたら、よかったよの合図にいいねをしていただけると、クマパン王子も跳ねちゃうほど喜んでしまいます。今日ずっと跳ねてんね、クマパン。ご機嫌いいよね。チャンネル登録をしていただけますと、更新した時に新しいね、私たちのクマパン園芸の動画が出た時に通知を受け取ることもできます。 Twitter やブログも書いていますので、よろしかったら遊びにいらしてください。ではまた次の動画で皆さんにお会いできるのを、クマパン王子も私もとっても楽しみにしてます。またねー。
くまパン、またね。くまパン演芸。